サテは作ってないな。エビとイカのアヒージョね、はい、これをおさぼりパスタみたいな。おさぼりパスタ、こんな贅沢なペペロンチーノなかなかないと思うけど。店長、はい、今日なんですけど、うん、なんか作ってください。うん、今日 なんかね、うん、どうしたんですか？いや、なんかね、今日ちょっと店が忙しくてね、もうなんかもう作りたくない雰囲気なんかない？こう忙しすぎてできん時、そういう時もあるやん。そういう時もありますけど、うん、え、まあ、それがまあ今日。え、じゃあもう撮影やめます？あ、今回の動画は以上になります。また別の動画でお会いしましょう。バイバイいやでも本当に今日ちょっとね、なかなかちょっと過酷だったんでね、うん、なんか作れって言われてもちょっと、まあ、乗ってこないな、なかなか、うん、でも私お腹空いたんですよ、うんうんうん、お腹は空くよね。なんか作ってくださいよ。なんか作る。じゃあいつもみたいにいろいろ用意して作るのがちょっと本当に今日難しそうなんで、もうほとんど何も手を加えなくてできるおさぼりパスタみたいな。おさぼりパスタ。おさぼりパスタ。あ、でもいいですね。よければ。うん。それがちょっと今日の限界なんで。こういう時のために準備してたやつがあって。それがね、これエビとイカのアヒージョ。私大好きです。スペイン料理大好き。はい。トライアル。全国に300店舗ぐらい多分あると思うけど。結構ありますよね。そう、トライアルにある新商品なんかな。これを使ってアヒージョとして食べるんじゃなくて、これをパスタに変えます。お、いいじゃないですか。そう。で、オイルとニンニクのパスタといえば何？あれですよね、うん、ペペロンチーノ。そう、正解。なのでこれを使ってペペロンチーノを作る。で、あ、良さそう。そうで、具材はこれだけ。は？これだけ。これとこの鷹の爪、これだけ。少な。そうそうそう。だからもうおさぼりパスタね、これがね。いやでも本当カッパかけましたけど、うん、店長疲れてる時とか視聴者の皆さんも疲れてる時、うん、いいですね。そう、もう今日は料理したくないって時多分あると思うんで、そういう時にはもうこれがいいかなと思って、うん、でも一つお断りをしておくことがあって、作ったことがないんですよ、うん、実は。だから今日ぶっつけ本番なんで、本当に美味しくできるかどうかっていうのはちょっとまだわからない。いいですか？はい。じゃあそんなおさぼりパスタぐらいでいいですか今日は？はい、お願いします。はい、はい、実際にこのエビとイカのアヒージョね、はい、これを開けますよ。これでも本当作ったことはないんで、どんな味かがね。いやでも店長なら大丈夫ですよ。本当にちょっと分からんので、はい、まあ、これ開けます。でまず、まあ、フライパンに、はい、オリーブオイルを、はい、まあ、大さじ1杯ね、はい、入れて、まあ、ペペロンチーノにするんで、はい、鷹の爪はまあいるよね、はい、絶対に。なんで、オリーブオイルで鷹の爪をちょっと熱していきます。で、まあ、言ってもこれ出来上がってるものなんで、はい、もう多分その時間かからないよね。だからもうこの時点でもう麺を湯がいていきます。30センチのこのフライパンにいつもの 1500ml のお湯を張ってるので、ここに 15g ね、 1%、はい、15g のお塩を入れます。ちゃんとしてますね。ちゃんとしてる。そう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 。いやもうサボってないですね。いやいや、まあここをサボる分ここはちゃんとするっていうね。さすがです。でここをサボったらだって美味しくないもんね、どう考えても。でそれサボることにならんでね。これ塩味、実際この状態で味見したことある？ないよね。でここ一回味見してもらったら、意外にえこんなに塩分入っとんやって多分わかると思うんで。お吸い物なんですけどね。お吸い物ぐらいやけど、これいける？これいける？あ、いや熱いよ、熱いよ。いけますか？どう？お吸い物ね、意外にその思ったより強いやろ塩分。めちゃくちゃ効いてきたんですけど、うん、今まで、うん、お吸い物ですね。やろ？そう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 。さては作ってないな。そうですね、やっぱそこ適当でしたね。でもなんかお吸い物が分からなくなるっていう。ああ、なるほどね。あ、これお吸い物かなみたいな。ああ、そういうこと。まあでもこれぐらい。でも思ったより多分塩分強いと思う。はい。でこのぐらいの塩分で、茹でます。麺をね、はい、入れます。で30センチあると
1本パッと入るんで、で今回もこのオーマイプレミアムの 1.8 ミリね、はい、うちのその動画では定番ですけど、これがあのすごくもちもちとしてお店で出てくるパスタにあの近いんで、これを使ってもらいたいと思います。で茹で時間が10分、11分かな、表示時間が11分なんで、1分手前の10分で湯がきます。で、まあ、湯がいてる間に、今回はおさぼりパスタってことですることはありません。これ合わせれば OK なんで、さぼりましょうか。さぼろだから湯がいてる時に、まあ、10分湯がくんで、5分ぐらい経った時にこのアヒージョのソースをフライパンに入れて5分間同じように同じ時間火を入れれば多分完成になるんで、それでちょっと試してみたいと思います。作ったことないけど、その間ちょっとサボりながらお話ししましょうね。そうやね、サボりながらね。じゃあちょっとビールでももらおうかな、サボりながら本当にサボりサボります。いつもお疲れ様です。ビールとアヒージョ、ペペロンチーノ合いそうですね。うん、帰ろう。いや合うよ。ビールとアヒージョも合う。だからそのこれをね、アヒージョのまんまやってもらってもいいと思う。アヒージョのまんまやって、確かにビール飲んでもらってもいいと思うけど、今回はこれをお腹が減ってるっていうことなんで、ペペロンチーノにするかなっていうところ。そもそもアヒージョってどういう意味なんですか？アヒージョってこう熱いよね。こうグツグツしてて。そうですね。熱い時ってこう どうなると食べようと思ったらこう。食べようとしたらこう なんかなる、こう熱待って熱あひやひ、そうあひやひあジョーってなって、待ってアヒージョ、さっきジョーも出ましたよ。そうそう、でアヒージョってなるっていう噂でも、なんかあの本当のことを言うとニンニクのオイル煮みたいな意味合いらしいです、調べたらね。だからでも本当にアヒージョっていう名前が当たり前すぎて、あんまりそこ調べたことなかったんで、あのちょっと反省してます。はい、いやすごい。でもまあイメージは伝わるよね、こう熱くてこうアヒージョってなるアヒージョ、そっちの方が分かりやすいよね。そっちの方が分かりやすいかもしれないです。そう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 、店長でも私、熱いもの食べるときハフハフするかもしれない。ああなるほど、ハフージョ、ハフージョ、じゃあその場合はハフージョやね。変えていいんですね。だからこう個人差があるよ、だからアヒージョもハフージョも どっちでもいいと思う。多分私これハフージョペペロンチーノって言ってもいい。ハフージョペペロンチーノって言ってもいい。ただまあアヒージョとこう書いてるからね、ハフージョの方がちょっとマイナーと思う。だからまだあんまみんなに言わない方がいいかもしれないね。あ、変なやつ扱いされる。そうだからボソッと言った方がいいと思う。あ、私ハフージョ好きっつってえ何って言われたら、いや私ちょっと好きなものがあるぐらいで収めとった方がいいと思います。じゃないとあんまり公にすると多分なんか何言ってるんだろうってちょっと嫌われる可能性がある。じゃあアヒアヒ言いますね。アヒアヒでお願いします。はい、まあアヒアヒもそもそも違うけどね。そうニンニクのオイル煮みたいな意味だからね。はい、サボってる最中に、はい、あのちょうど5分経ちましたから、はい、このアヒージョの素を、フライパンに入れます。はい、今の鷹の爪温めてたんでね。あ、めちゃくちゃ簡単ね。めちゃめちゃ簡単。しかももう具がたくさん入ってるからいいですね。そうどんな味なんやろこれ。でも本当に作ったことないんでね。そっか。でもこうやってオイルがこう残ってるんで、ちょっと全部入れてもらって、ほい、中火にしてもらって、こういう魚介ね、エビとか、そうこういう魚介にこう火を入れていきます。こうやって。あ、でもやっぱ一瞬でいい色になりますね。そうで、あんまりこういう魚介類ってエビもそうだしイカもそうやけど、あんまりずっと火を入れすぎると硬くなるんで、はい、だからまあそのこのまあ5分ぐらいでいいかな。まあでもこうやって色づいてくるともう火は入ってくるんで、まあ、こうやってちょっと色づけてもらって、で今回このフライドポテトがこう入ってるんで、まあなんかちょっとあのボリューム感もすごいあって、もうなんか多分これで多分お腹いっぱいになると思うんで最高。なんかパスタにパンをつけて食べたりするやん。あれもパンもまあ炭水化物だけど、まあそれとまあ同等っていうかね、こういうジャガイモもあの炭水化物なんで、まあパンを1個プラスして食べたぐらいの量に多分おそらくなるんで、はい、結構いいと思いますよ。こんな感じね。こうイカにもこう火が入ってきて、エビにも火が入ってきて、
ていう状態なんで、あとまああと3分ぐらいこのまんま様子を見て麺を合わせてどうなるかですね、はい、味が。でもある程度ね、こうエビもこうやってくるっとなってきた時に、もうこれ以上火を入れすぎるとこう固くなるんですよ、このイカとかが、うん、だから一回火を止めてもらって麺の余熱でこのまま置いてもらって茹で上がりを待つ。じゃあそろそろ、あと10秒ぐらいかな、はい、で麺が茹で上がってくるので、ここで、まあ、さっきのこのシーフードが入ったところに火をつけます、はいはい、で今ちょうど、表示時間が11分などところで、10分ね、はい、茹で上がったので麺を入れていきます。ここにこうして、はい、でもさっきソース自体を少し味見したけど、はい、やっぱ味が結構やっぱちゃんとついてるんで、もうこの濃い感じですか、うん、濃い感じで、この状態で多分しっかりペペロンチーノになると思う。ね、なんかすごい贅沢な、こんな贅沢なペペロンチーノなかなかないと思うけど、ね、一品でやっぱお腹いっぱいになるってやっぱいいですよね、うん、疲れてる時とか。そうそう、もうだって何もしてないもんね、うん、アヒージョの袋を開けてここに入れて、うん、茹でた麺を合わせただけで、ここで一回ちょっと味見をしていただいて、やっぱ十分かな。マジっすか。うん、ちょっと初めてなんでちょっと戸惑っとうけど、鷹の爪しか入れてないです。鷹の爪しか入れてない。何もしてないみたいな言い方するの。完成。完成早っ。早い。いや本当にこれ完成。全然だって店長最初ほら、うん、あの初めて作るから味とか整えないとっておっしゃってたじゃないですか。うん、整えなくていいね、これもう整っと。すごっ、うん、いやこれ美味しいよ。だからこれ普通に盛り付けるだけよね。ただ あんまりこうこの時点でこういっぱい混ぜてしまうと、ここ、はい、このポテトが崩れちゃうんで、そこをちょっと注意した方がいいかもしれない。でポテトをこうちょっとこう横に。盛り付けのコツ？そう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 、盛り付けのコツとしてポテトを先に端にこう避けていって、こうやってね、あ、いいですね、4つ入ってるんでね。でブロッコリーも彩りにちょっとこう横にこう避けてもらって、こうやって、あ、すごいわ、やっぱプロだわ。そう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 。でこう真ん中に麺をこう入れてもらって、であとはこうシーフードをね、ちょっとこう、あ、いい、いい感じにこう盛り付けていってもらったら、これ相当贅沢じゃない、これめちゃくちゃ具だくさんです ねほら、 あれがもう一人前になるんですもんね。あれが一人前、チルドパックっていうんですかね、冷凍のね、うん、パックがね、ほら、おお、これ多分相当お腹いっぱいになると思うから。贅沢どう、すごっ。さっき言われたけど鷹の爪しか入れてないんで、だこれ多分誰でもできると思いますけど、うん、これ本当に本格的に美味しいペペロンチーノなんで、これなら全然今日みたいに疲れて全くやる気がない時でも多分できると思うんで。でも疲れて何もしたくないって人が作ったパスタには見えないですよ、うん、そうそうそう、めちゃめちゃ頑張って作ったパスタみたいな感じに見えるんで。見える見える。これはでも都合がいいかもしれない、こんなに疲れてるのにここまでしてくれたんだっていうね、なんて詐欺、うん、嘘がつけるかもしれないそうそうそう、まあ、でもこれ美味しいと思うんで、ぜひ皆さんも今回の動画を見てトライアルに行ってアヒージョを買ってもらって試してもらったら美味しいパスタができると思うんで、まあちょっと具だくさんで贅沢すぎるなっていう人は2人前にしてもらってもいいと思います。で2人前にしてもらってちょっと味が薄かったら塩を足すぐらいで多分大丈夫だと思うんで、スーパーの商品を便利に使ってもらったらいいかなと思いますんで、いいなと思ったら美味しかったよっていう人はいいねをぜひいただければ幸いかなと思います。疲れてるとこありがとうございます。あ、いえいえ、もうとんでもない。あ、じゃあもう今回の動画は以上になります。すいません。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、じゃあいただきます。
視聴者さんからご意見いただいて、あんただけ食べてもあれやろっていうことで、今日はカメラマンの稲ちゃんにもちゃんと試食してもらおうと思いますんで、これでエビとか大丈夫よね、食べれるよね。はい、もちろん何でも食べます。何でも食べる。お皿は食べれんよ。あ、うん、パスタとエビとかね、こういう具材は食べれるけど、お皿食べれんのでね、お皿は食べないように気をつけてくださいね。でも予想時もあの盛り付け気にしてくださるんですね。そうや、それはもうあの作る部分をサボった以上ね、やっぱここはちょっとちゃんとした方がいいかなと思って。やった、こういう感じですよ。たくさん、はい、どうぞ一緒に食べましょう。一緒に食べましょうか。じゃあいい、巻いて、はい、はい、いいですか。まず、ね、ですか、麺から巻いて、はい、じゃあいただきます。いただきます、はい、うん、どう、味濃いね。え、いや、これ美味しいな。あひあひあひ、え、そんな熱くないよこれアヒージョじゃないもん、パスタやもん美味しい、うん、しっかり味ついてますね、うん、本当に。で、結局塩味も足してないし、ほんと鷹の爪だけなんで。オリーブオイルも足してないですよね。足してない、最初の一回しだけですね。だけ、すごい、これ贅沢ですよね。え、こんだけ具材もあるし、だからやっぱ2人前で作ってもいいかもしれないね、これ、うん、美味しい、うん、ということで皆さんもぜひトライアルのイカとエビのアヒージョで、ペペロンチーノ作ってみてください。